フリーアナウンサーの古舘一郎氏69は19日までに自身の公式 YouTube チャンネルを更新し、東京都知事選6月20日告示、7月7日投開票に関する試験を述べました。都知事選には現職の小池百合子知事や立憲民主党を離党した蓮舫参院議員など50人が立候補しています。古舘氏は今月17日に公約を発表した前秋田方市長の石丸伸二氏について、俺は推してるからさと語り、石丸氏の主張に共感を示しました。石丸氏に対するシンプルな批判、東京のことだけを考えろよという声に対して、俺は違うと思ってると述べ、石丸氏の地方分散の主張を支持しました。続けて東京の一極集中をやめて地方に力を分散させることが、過飽和状態の東京が生き残る術だと理解していると語り、石丸氏の主張を紹介しました。石丸氏は20年後には東京都と同じくらいの人口が日本から消えると予測されている。今こそ手を打つべき時です。地方が潰れてしまったら、東京の生産力も衰えてしまう。地方が潰れれば、いずれ東京もついえてしまうと述べています。動画では古舘氏が多角的な視点から都知事選に対する意見を展開し、視聴者から多くのコメントが寄せられました。古舘さん、素晴らしくわかりやすいです。石丸さんに投票決定。古舘さんの考えを聞けて参考になります。石丸氏の守備一貫とした言動に信頼感を持ちました。子供の将来を考えると、東京の大きな改革が必要ですといった声が寄せられています。候補者の中には、台湾のオードリー・タン氏が推す、東大卒の天才 AI エンジニア、安野貴博さんもいらっしゃいます。日本にもオードリー・タンのような人がもしいたとしたら、どんな東京に生まれ変わるだろうか、にも注目しています。古舘一郎さんは、政治経験のある京大卒の石丸伸二さん、一本に絞られているようですが、ここに来て、期待のできる人物が2人、浮上しているのです。韓国は、2018年から超少子化が始まり、2023年には出生率が 0.7、ソウルに限っては 0.5 という、あまりにも驚くべき数字を叩き出しています。韓国はもともと約15年前から出生率は 1.2 程度にまで下がっており、人口を維持できるという 2.3 程度と比較すると、改善が必要な状況からまさかのさらなる悪化を招き、データから推測すると、なんと約15年後には、このままでは人口が約4分の1にまで減ってしまうだろう、と言われています。つまり、現在の出生率では、韓国は4人のうち3人が消えてしまうということになるのです。少子化問題については、日本も韓国のお尻を追っている部分があります。韓国は今や、もう手遅れです。なぜなら、数字上、韓国はこれから女性が2人以上の子供を産まなければ、さらに人口は減ってしまいます。女性全員が2人以上子供を産むという状況が人口維持には増すと、さらに人口を増やすには、子供を3人以上産まなければならないのです。しかし、現在、結婚しない、子供を持ちたくないと考える若者が半数以上の韓国では、もはや、もう打つ手はないと言えるでしょう。それに比べて、日本は、まだチャンスがあります。このまま進み、韓国のようになるのかそれとも、日本は現状を維持できるのか、おそらく、都知事選は、日本の未来がかかった大事な選挙になるはずです。